もう言っとくね、先に。時にはけ、それな、時には諦め大事。そう、大事だよね、やっぱ。諦めも大事。今日眠いんだよな、そういえば。こんな配信つけといてあれなんだけど、めっちゃ眠い。やっほー、こんばんは。ありがとう、アリンちゃん。今日見てくれたの、アスカちゃん。嬉しい、コメントしてくれ。でもみんなコメントしてくれてないでしょ、最近。最近ってかさっき見たら、なんか何人かしてくれたけど、見てたよ。まあまあ、でもツイッターでいっぱいコメントしてくれてた、嬉しかった。そう、まいちゃんありがとう。そう、おちゃん、ハーフツインだよ。行かないジェミーちゃんもいてほしかった。ありがとうってくれて。そう、でもね、めっちゃパネルとね、いっぱい写真撮ってくれてて嬉しい。めっちゃこうやってやってくれて。今日やばかったな、今日さ、みんなと会ってさ、みんなもなんか途中で眠いみたいなあってさ、もうみんなみんな目閉じ出して、やばかった。久しぶり。ハーツイン好き。ほんと？今日朝がね早くて、でなんか思ったより早くて、なんかそんな早くないかなって思ったら思ったより早くて、で空き時間があって、みんなこう、ごめちゃんあったありがとう。2時間しか、やばい、それはね、な、生写真時期、嬉しい、ありがとう、引いてくれたのにさ。ラッキーすると落ち着いた瞬間、そう、本当にそれになった。ざわちゃん猫ありがとう。猫食べてよく、ありがとう。ちいかわね、かわいいよね、ちいかわ。大学で会った、ねえ、眠いよね、マジ。みーちきゃん、ありがとう、見てくれたの、 MV。 みーちきゃん、昨日何時まで、昨日でもずっと見てたよ。あ、でも何時かな、2時ぐらいかな、2時ぐらいまで見てたかもしれない。仕事中に見てくれたのしら、ありがとう。マジで監視してたよ。監視っていうか普通に見てたっていう。今日のセムVコメントしてありがとう、ゆなちゃん。どうぞ、ありがとう、さんまじゃかき氷。やっほー。今日ジム行ってついたカードを捨てて、つらい、それは行ったのにね。入れなかった。ありがとう、アスカちゃん。カメラロールいっぱい、ありがとう、アリンちゃん。なかなかさんも見てくれてる？なかなかさん。久しぶり、久しぶり。
ありがとう。今日なんかさ、アイラインがさ、なんかさ、下がり、思ったよりなんか下げた、下げすぎちゃって、なんか垂れ目みたいになっちゃった。いつもより垂れ目かもしれない。よしまる、ありがとう。垂れ目説。貸しようか、ハート、ありがとう。でもなんか自分って何目なんだろうって思う。何目なのかな、なんか釣り目でもない、何垂れ目でもない、何だろう、何なんだろうか。垂れ目かわいい。サンピラありがとう。笑い方ほんと何目か分からないね。何なんだろうね。でもほんと分かんないんだよね。なんか釣り目かとかあるじゃん、釣り目とかさ、何目かも分からん。全然、うんね。え、でもなんか垂れ目かわいい。なんかその釣り目もかわいいんだけど、なんか甘い顔っていうかかわいい感じは垂れ目かなって思って、こう綺麗目とかだと釣り目とかかなって思うけど、だから垂れさすんだけど、垂れさしすぎたかも。うん、そうね、幼い、そうね、割とね、うんうん、丸めより垂れ目、垂れ目。ごまかき氷ありがとう。かねちゃん久しぶりやん、元気。え、マジでずっと会ってないよね。元気、マジマジしか言わんけど、元気、元気ですか。タルメっぽい。今の目もかわいい、かぎちゃん。ありがとう、かぎちゃん。うん。とべぞうさん、猫ありがとう、猫ちゃん。猫。猫、猫。お友達けね、それな。元気？ゆうなちゃん、話そうね、早く。うんね、なんか早くない？もう水曜日なんだね、びっくりした。もうお話し会の受付とかっていうのびっくりしちゃって、驚くね。連続でね、なんかこれ急にね、うん、こんばんは。今日も暑かったね。暑かったね。毎週水曜日そう思ってる。なんかそのお話し会の受付とかが始まると、あ、なんかもうあれ1週間経ったんだみたいな気持ちで、なんかびっくりする、信じられないっていう気持ちね。うん、うん、そう、水曜日迎えたら土日だから、うん、うんうん、ヤッホー、この辺に来て、あー、そうなんや、ののちゃん。てかね、やばいよね、フェスもうちょっとなんだってさ。ねえ、やばいな、なんか普通に。もうやん。どんなうちは、どんなうちは、なんだろう、かけてとかだったらあれかな。うーん、ねえ、
ポッチハートありがとう。ハート。こんばんは。準備するね、ありがとう。やばいよな、普通に。あさって、しあさって、ん？しあさって。春先さん見てくれたのか、ありがとう。この以上2日目す、え、やば、すごいやん、すごいやん。会いたいね、もうちょっとだよ。ライブ、ん、この以上までがしあさってで、次が夏祭り。まだ実感湧いてない。わかる、あるある、実感湧かないよね普通に。席送って、初日は、そうそうそう、ウォーターアワーは席はもうさ、やばそうやばそうじゃない、普通に、普通にやばそうじゃない、ぶちかかる。まあでもそっか、ぶちかかるところがいいというっていうことよね。そういうこと。あんまり知らない、大丈夫、いや、わかんない、ごめん、なんか適当に言っちゃった。でもさ、そうじゃない、そうじゃないとちょっとあれじゃない、そういうわざわざ書かないんじゃないの、どうなの。あ、でも確かに全部かかるか、主にかかっ、え、わかんない、ちょっとわかんないね、なんか変なこと言っちゃってる、大丈夫。でもウォーター&アワワって言ってるってことはさ、別に特になんじゃない、全体はもちろんのこと、特にってことなんじゃない。ああ、そうそう、デンジャーエリアやばい、懐かい、懐かいね、デンジャーエリアやばい、去年のあのコンやばすぎてやばい、去年のあのコンガチやばいよね、面白かったね、笑ったもん。うん、多企業やばかったね、本当にあんなことあるかってぐらい。うん、やっほー、なみちゃん、かき氷ありがとう。今日はね、あれだよ、これ直筆セット、すごい、私を引いてくれたの。ジュキかき氷パイ、ジュキてんてんてんのままなんだね、まだてんてんてん。メンバーの方がね、ちょっと、え、で、え、わかったね、懐かしいもん、急に突然の懐かしさ。直筆出なかった、うん、どない、こんばんは2日、え、絶対暑いよ、だってさ、普通でも暑いもん、今日もやばかったくない、もう暑くて終わってたよ。絶対暑いと思う、なんか温度は変わんなそうだよね、日が落ちても。なんかまあ若干風があれば涼しいかな的な。溶ける溶ける溶ける、絶対に。うん、湿度、あー、湿度ね、高そうじゃない、なんか高そう、高そうじゃない、日傘ね、いやー、やばそうだよね、普通に。飲むしちゃんだ、ありがとう、かき氷。うん、急に、いやーね、そうだね、
今のところでも雨じゃないんだっけ。でもさ、そう、山だとなんか山の方じゃん、だからなんていうの、なんか結構天気が変わりやすいかもみたいな言われてるよね。うん、確かに曇りぐらいがいいかもね。確かになんかすっごい晴れってのもしんどいけど、雨なのもあれだから絶妙な感じがいいね。確かに風もねあってほしいよね。若干ね、あんまあると伝えんだけど。ブリブリちゃんこんばんは。こんばんはね。うん、やばいよね普通に。あと3日ってなんか早かったね。急に早かった。なんか突然たくさん水飲んでね、ありがとう。おやすいね。ね、雨じゃないっぽいよ。やったん、やったね。この以上に当日私はやったね。もっちゃん大ちゃんありがとう。曇りが一番好き。あ、でも曇りがなんかなんだろう、そのなんかいいよね。あの日もあれだし、雨が一番やばい。雨だけは本当にやばい。だからよかった。雨なんか最初さ雨かもみたいな感じだったじゃん。だけど雨の予報がなくなったからやったー。今日は現地雨なの。マジ今日雨なの。ね、健康をね、健康でいよう、みんな。今なんか流行ってない？風また流行ってない？なんかさ、あれも流行ってない？インフル。あ、もうあれ、あ、コロナ流行ってる。怖っ。やっほー、なんかね、インフル流行ってるみたいな。最近でも風邪ひいてないからね、強いね。リサ頑張ってる。強いよ。インフルエンザかけて、多いね。なんかでかいの、なんでかいの。暑いから好き。わかる。なんかさ、マスクも暑い、もうほんと暑いよね。マスク死ぬ暑い。喉痛いです。やばいじゃん、危機を感じるね。ね、気を抜いて、いや本当そう、気抜いたらやばい。マスクやばい。インフル入っていかないじゃないかしか。ゆかち、それな、それもあれじゃん、あれ再来じゃん。なんだっけ、あ、なんだっけ、あれアットジャムだっけのライブだっけ。あれやばかった本当に。あれ本当いっちゃやばい。あれはマジで最初で最後かって感じ。うん、今日エステのはずなのに久々に、やばいやん。6人のライブ、あれやばくない？6人のライブいっちゃやばい。マスク焼けもね怖いね。もう絶対すぐ焼けるよね、マジ。マスク焼けなんてやばいよ本当に。だってもうちょっとだけでももう絶対やばいもん。普通にやばい。うん、エアコン怖い。やばいじゃんそれ。絶対直した方がいいよ、気をつけて。いやマジ一日もう外いたら終わりよ。本当に終わり。まさ、こんばんは。こんばんは。いやー本当ね、やばいよね普通に。
大事ね、着替え。私エアコン、それ大事マジで。エアコンやばいね。外はもうなっちゃうよ、熱中症に。でもなんかさ、熱中症なんかわかんないよね、明らかになんかなんないとわかんない。靴下やばそう。やばいよね、なんかさ学生の頃思ってたよ、靴下焼き絶対してるとか思ってやってた。懐かしい。いる声ね、本当に熱中症になったことない。なんかさ分かんないよね、なんかなってたかもね、なんか気づいてないだけで。どうなんだろうそういうのは、分かんないな。うん、なんか分かんなくない。うん、ちゅんなっちゃんありがとう。OS1 それが一番わかる、わかりやすい、それ飲んだら。感覚わかんなそう。なんかもしそういうふうになったとしても、なんかその冷房とかエアコンが効いた部屋に行ったら、なんかでちょっとしたらなんか治るんじゃないかとか思っちゃうんだけど、それでも治らなかったらあれなのかな、熱中症なのかな、どうなんだろうね、わかんない。ああね、頭痛、しゃない、やばいそれは。OS1 1日2本イエス、もうめっちゃ飲むね、意識取る。いやーやばいよ。分かりにくいよね。いやそれよ、大事に息を。やばいよマジで。普通に暑い、異常気象。リサしか勝たん、わちゃわちゃ、ありがとう。やっぱ気をつけていきなきゃね。浴衣のめちゃめちゃよかった、嬉しい。なんかね、浴衣のね、あの前髪めっちゃ薄い、前髪めっちゃ薄い、まあいつもより薄い前髪がいいってめっちゃツイッターで見たの、嬉しいけど珍くない、珍い。こんばんは。髪はね、そう浴衣は結構上げてることが多いかもね。髪めっちゃ涼しい、もうあれ最高だよ、もう本当に最高、ずっとあれでいいってぐらい夏。このジュのね髪型、そうこのジュの髪型ね珍しくねもう決めたんですよ。すごくない、いつもなんか多分悩んでたどうするかみたいな。早いよね2日間とも。この日楽しみ、もうちょっとだね。やばい、普通に冷静に、やばい冷静に、かゆい冷静に、かゆい冷静にかゆい。こんばんは、よく楽しみ。髪型ね、ほんとあいちゃんありがとう、見てくれて嬉しい本当に、やったね。冷静にそうそう、かゆい時は
かよかったね。 MV の髪型全部好き？そう、全部ね、あの違う感じにしたよね。ワッサンソフトクリームだ、ありがとう。イエイ。今日はすごい、ゆうなちゃん今日休みだったの？ありがとう、見てくれて。 MV も、うん、こんばんは。今日 CD タイプ、あ、嘘、本当にありがとうね、本当ゲットしてくれて。どんな髪型？だってありがとう。今日触覚巻いてる。この触覚をいつも悩むのよ、なんか巻くか巻かないかっていうさ。てん、ありがとう、絶対見に行くね、コメント絶対に見に行くね。でもこれマジで分かれるんよ、これ巻くのと巻かんのと。なんかね、巻いた方が、あの、なんだろう、顔のこう、なんていうんだ、顔のなんかこう見え方は変わるらしい。ちょっとで、そう、最近一つ、そうなんですそう、なんかここをストレートっていうか、うちなんかこうするとなんかね、ストレートは意外とそのなんかここの量が多いから、前横のこの触覚に目がいくというか、にちょっとなるかなっていう感じもある。うん、でもめっちゃ違う、ほんと。そう、前髪でマジ印象めっちゃ変わる、ほんとに。タカハート、ありがとう。そう、夏まとぺの時はまあ一応巻いてるんだけど、でもなんか毎回悩んでる。なんかね、髪型はこう洗剤と合わせたからあのこれなんだけど、あの横の毛とかはね結構どっちでもいいんだけど、でもマジで毎回悩んで、触覚もね。この以上の髪型ね決めて、だいたいこれかなってやつ。こんばんは、癒される、ありがとう、大ちゃん。うん、だよー。ん、ベルボーダ、ありがとう、久しぶりだね。触覚巻くか巻かないだけ、いやなんかね、本当になんか本当になんかね、どっちでもいいんだけど、そう、なんか悩むんだよ毎回。でもなんかそのなんだろうな、巻かなかったらなんだろうなむずいよね、ちょっと。そう、なんかどっちもなんかどっちもいい、好みは。なんかそのいつもやる髪型、そういうあの編み込みの三つ編みとか編み込みのツインとかは結構その前ここの毛はこだわりあるんだけど、なんか2個に分けて巻きたいなとかあるんだけど、まあ巻きたいことが多いんだけど、なんかねこのハーフツインのここはなんかねめっちゃ悩む、いつもストレートにするかね巻くかの悩み。でもガチなんかそれだけで変わるからね毎回悩んでるよ。だから
あれはないかも、決め手は。うん、あった方がいい、それは間違いない。これをなくしたらやばいよ結構。うん、そう。うん、悩むね。この間の配信でショックない時あった。あ、うん、たまにあの配信ではそう、ないなくな、なんかない時もあるか。でも基本はあるかもね。うん、やってみたい髪型。髪型はね、なんかね、あんまないかも。結構やってる気がする、意外と。そうかな。あー、国内にいる時ストレートの。あーね、確かに。なんか巻いた方がね、なんか華やかに見える場合もあるよね。うん、ゆくもなやちゃんいっぱい見てくれてありがとう。きたまとっぺやばい、ソロ MV ね、嬉しい。そんないっぱい褒めてくれる。ボブの短い時期はない。あ、これくらい、うん、これ、うん、これくらいかな。これくらいの時期あった一回。いつだあれは。中3ぐらい。これくらい。でも結ばなきゃいけないかったぐらい。まいにいちゃん、ありがとう。それ上の時の、嬉しい、褒めてくれて嬉しい、ありがとうね。でもなんか反省はあるよ、意外とあります。ショート、じゃ本当に似合わないんだよショート。最近 VTR やってみようか。うわ、デビューしてからは、どれくらいだろう。むずいね。シングルで言うと手遅れとか短そう、割とずっとロングだそう。でもこれでショートむずいかもな。こう中に入れたらいいのかな。めっちゃ伸ばしてるイメージ。うん、なんか伸ばしてるかも。妹はショートじゃない。いや、でもリサより短い髪の毛。なんかおかしいんだけど、何これ。待って、変、なんかさ、ここにしまうものじゃなかったかもね。死ぬ、大丈夫そう。違和感やんね、マジでガチ違和感。でも中に入れちゃいけなかったわ、しくった。むずいな。こうじゃない、こうでもなんかむずいね、なんでだろう。ここがちょっとさ今ないからさ、なんか変だね。変チクリン。うんうんうん、おろしの時の方が結構あれかもね。ここ意外と大事だよね。あ、こういう感じ。だから誰か、誰って感じじゃない、誰って感じじゃない。めっちゃこう、こんな意味ないか、隠してもね。雰囲気めっちゃ変わるね、やばいね普通に。雰囲気が変わりすぎて誰かわからないね。
初見ルーム来た。いやでもさ、いや急にさ暴風とかになってたらさ、マジでさ、でも本当気づかんよね絶対。リサもなんか鏡見て毎回なんかあれになりそう、本当かってなるよ 本当かなってなる。うん、髪伸びた？なんかでも髪さ、なんか長い方がいろいろなんか髪型ができるからいいなって思います、めっちゃ。うん、ハーフツインってやるの意外とむずくない？めっちゃ思う。なんかさ位置あるよね、いろいろ。うん、ドライヤーね、ドライヤー頑張ってる、毎日頑張ってるよ。そう、こだわりね、大事だよね、こだわり。 YouTube 最近なんかね倍速で見てるよ。なんかいろんな、そういろんな、髪ができますよ。ね、ネイルね、ちょっとネイル変えようと思ってるんだけど、今やばい。え、ハヤトマン、リサの直筆？ありがとう、私。やったんやったん。嬉しい、本当に、私を。見てくれてありがとう。ね、うん、いやーマジほんとそう。コアハートありがとう。うん、シラ猫ありがとね。アイス、え、あれ食べた？シマウマ。え、シマウマ美味しいやね、大好き。私も3つぐらい買って、あと1個しかない。シマウマめっちゃ美味しいよ本当に。あれやっぱ美味しいね、シマウマしかってなるよ、あれ美味しい。りょうだ、りょう。クーリッシュめっちゃ美味しい。なんかクーリッシュ久しぶりに食べたらさ美味しいね。なんかあんまり頻繁に食べないんだけど、たまに食べたくなるんですよ。じゃ美味しい。え、チョコ食べたことないかも。さ、クーリッシュなんかバニラが多いかも。食べたいな、チョコ。クーリッシュさっきセブンの、ああいいね、美味しいよね、美味しい。今日食べた？え、そう、売ってんやん。メロン？シマウマしかやばい。何？ブラックモンブランみたいなやつ。え、美味しくない？ブラックモンブランマジで美味しいよね。でもなんか確かに似てるやつなんか見たことある。なんだったんだろうね。レモンスカッシュのクーリッシュ出てんの？さっぱり系？スーパーカブのチョコミントな、この間食べた。え、好き、チョコミント美味しい。月赤い。え、なんか怒る？怖い。うん。パルムのチョコミント美味しい。待って、パルムのチョコミント食べ損なった 待って、知る 待って、パルムのチョコミント食べ損なったわ。気づいたら終わってたね え、待って、いやもうないよね絶対。え、なんえ
そういえばやん、いやなんか見たんだよ前にね。で、あこれ食べたいなって思って、食べたいなって思って、なんかま今度でいいやみたいな思っちゃって、あのやったんだよ。しても、ええ売ってる、えでも絶対もうないよ、マジ見ないもん。でなんかそしてなんかそのことを、そのそれが出た時に多分配信で言ったのかな、チョコミントのパルムの美味しそう、したらキアラちゃん食べてたよみたいなコメントまで読んだんだよね。その記憶がめっちゃある。だから食べたいと思ってたのにめっちゃ忘れてた普通に。やば。あでもねちょっとね聞いてほしい、サーティワンね食べたんだよ一昨日ぐらいに。新作食べたよ、さっぱりのやつ。まあそれ食べれたからいっかって感じ。なんだっけあれ、さっぱりのやつ。あなんかねポッピングシャワーのさっぱり味だった、あれ美味しかった。めっちゃピカチュウみたいなコラボみたいなしてた。そうそう、チョコバッキーの、えチョコバッキーにチョコミントあるの。ママちゃんありがとう。ポッピングシャワー食べて、ねえポッピングシャワー食べたことないの、美味しいよ。ポッピングシャワーは本当に美味しい、マジ本当に美味しいよ、絶対食べた方がいい。なんかでも何味かって言われたら超わかんない、むずい。でもなんだっけな、あれなんだ、ピカチュウのやつ、パイン、そういう感じだったかな。美味しかったよめっちゃ。みんななんか多かったの、え、てかなんかサーティワンブーム最近なんかどうした、なんかめっちゃ人多くてなんかびっくりしちゃった。多いやん今の時期、なんかやってんのかなフェアみたいな。いやでもやってなかったかも。あでもさ、そのピカチュウやってたからかな。あパインと青リンゴだ、美味しかったそれ。パインと青リンゴのやつでポッピングシャワーみたいなつぶつぶあって美味しかった。CM でやってるやつ、なんかカラフルなやつ、パチパチするするする。でもポッピングシャワーの方がなんかなんだろう、パチパチを強めに感じる気がする。渋谷で、え、そう渋谷、そう渋谷のなんか行こうと思ったらめっちゃ多かったから諦めた。スタバのもやってそうだけどね、まだ渋谷の、え寝込んでるよね、どうしたの。やっぱフェア、フェアじゃないやっぱりピカチュウだから。でも子供ちゃん多いかもやっぱピカチュウ、しかも男の子が多いかもやっぱり。ピカチュウ好きなんじゃないみんな、かわいい。なんかその多分その CM とかでよくやってるようななんかもうバンっていうやつは多分そのポッピングシャワーみたいな青リンゴとパインのやつだろうけど、他にもさそのポケモンのなんかフェアみたいなやっててさ、その別のものもあったからさ、それが多いんじゃないかな。8月15日あたりまで、あ結構やってんじゃん、もう美味しかった初日に飲んだ。髪型かわいい、ポケモンね、ゲームも人気だもんね、あれバイオレットとスカーレット。今日も来たあやなちゃんありがとうね。そうコテで巻く、そう
マジで。あとサーティワンはなんかシェイク飲みたかったんだよ、あのアイスクリームをシェイクにしたよみたいなやつ。でもなんかアイスにしちゃった、そのピカチュウのやつ。今度にってなった。え、シェイク美味しそうじゃない？でもあれ、え、でもなんかさ、想像してポッピングシャワーが飲み物になったらなんかどういう感じなんだろうね。なんかチョコミントとかはまあなんかありだと思うんだけど、ピングシャワーとか想像つかない。ゆなちゃん覚えるよ、ありがとう。クレープス、クレープ食べたことないんだよね。食べたいな。シェイクね、チョコミント多いかも。あとチョコレートも絶対美味しいじゃん、普通にチョコのさシェイク普通に美味しそうじゃない。マジでポッピングシャワーとか想像つかんすぎて、ポッピングシャワーがあれになるの、飲み物。アイスケーキ美味しいよ、なんか一回食べたみたい。あーね、クレープやってるとことやってないとこあるよね、ワンちゃん。ワンちゃんマックカフェのフロート、いいよね、飲みたい飲みたい。渋谷のマークシティやってた。え、ね、渋谷ってさ、そんなサーティワンある？え、なんかさ、あの109のなんか向かいらへんにあるじゃん、そっちにもあるの、サーティワン。うん、あ、そうなんだ、そんなとこにもあったん、知らなかった。でも多いだろうな。でもまあ一番多いのはやっぱ丸級の向かいかな。丸級の向かいはやっぱ多いよな、みんなだってね、なんか行きそうやない、めっちゃ。あ、スタバとか確かにあるね。あるんだね、そうなんや。みなちゃんやほー、そうなの。よし、こんばんは。そうだよ、今日は髪があった。サーティワン、でもなんか気になるよ、楽しそう、楽しそうとか言ってやっちゃったらやばい。でもコーンにさ、あれ乗せんのむずそうだよね、アイス。危ないね。コールドストーンね、歌ってくれるよね。ハーチン好きね、アイスむずそうだ。だってバランスがむずそうだもん。1個やったらいいかもね。ダブルとかだとちょっとやばい、不安って。うん、コールドストーン1、2回行ったことある。歌ってくださります。でも最近はどうですか、歌ってくださってますか。雪だよ、むずいよ、むずい。サーティワンなんかやばそう。ねえ、だよね、コールドストーンなんかね、いやなんかね、なくなったんと、なんかなくなっ、なんかいや、なんかあんまり、ていうかさ、そのコロナさん、なんか流行った序盤あたりは歌われてなかったのかな歌われてなかったのかな。ね、いや歌えなかったんだ。
え、マスクしてても？そうなんだ。でもなんかそれはなんか厳しいよね。だってコールドストーンってなんかそのなんか有名というかさ、その歌ってなんか作ってくれるっていうののイメージがすごいからさ。そっか。でもあれさ、あれさなんか楽しそうだよ、楽しそうとか言ったらあれだけど、めっちゃ楽しそうだよね。うん、歌がね、うん、わかる。氷系いいね。かき氷食べたい。今4店舗しかないの？そんな、もうないじゃん。じゃあもう頑張ってその4店舗に行けば歌ってくれるってこと？あ、5店舗？少ないね。うさき歌でもアイスも美味しかったんだよね。歌ってほしい、歌ってほしい。うん、なんか歌ってくださって、なんかルンルンでこう作ってくださるのが嬉しい。なんかわかんないけどさ、なんかね、なんだろう、なんかね、なんか不思議な気持ちになる。ごゆく、なんだろうな、なんかむずいけど、でもなんかそのコールドストーンさんに行って歌ってくださって、歌いながらそうアイスを作ってくださって、なんか渡してくださると、なんかそのそう、なんか笑顔でさ、やっぱなんか作ってくださったりとかするから、なんかそれをもらうとなんか嬉しい、なんか気持ちになるから、なんかあの歌のお兄さんみたいな、歌のお姉さんみたいな、なんか感じで、なんかすごいあのルンルンな感じでやってくださるじゃないですか。それがなんか嬉しいね。確かに一人ね。でもそっか、それができなくなるのは結構確かにきびいよね。だってそれを歌って作ってくれるとこに行きたいって思ってもね、難しいよね。やっぱコロナさんの影響だったのかな。あおいちゃんこんばんは、ありがとう。ねえ、そっか。レンタありがとうね、 MV 見てくれたの、ありがとう。口パクやばい。でもさ、それはだってあの分かんなくない、歌ってるかも、本当歌ってたりするかもしれない。どういうこと？ここで録音して、録音してなんかそれを流すの？やばいやん。でもさ、なんかむずいよね。だって歌ってるかもしれんくない？わかんないね。面白い。そっか、でもマスクしててもダメなんだね、やっぱ。そっか。家で、いや、それな、
家で 家でボイスメモで歌って、やばいやん。え、でもさ、なんかなんだっけな、なんかの時それしたことあったの、なんだっけ忘れちゃったな、なんかの時そうやったことあるよ、ボイスメモで。うん私で、いや本当に、そっかー、なんか行きたいね、なんか久しぶりに行きたいね。だって今はもう歌ってくれるんじゃない、聞きに行ったらさ。え、いいな。あー確かにそうだね、卒、じゃあそれな、あったね卒婚の時にね、すごかったよなあれ、でもほんとすごかったと思う、あれなんかもうほんと、なんか何回もねループかと思うね、え本当にすごかったよねあれ、びっくりだよね、だってさー、すごくない、みんなが録音ね、すごかった本当に、なんかもう声出せないなりにこう頑張っていろいろやってくださった結果がそうなって、本当に良かった、なんか感動だよね。うん、せなちゃんこんばんは、こんばんは、ありがとう、コールドストーン、うん、いいな、行きたい。あ、いいね、チョコミント、りょうき、初見さんだ、やっほー初見さん、こんばんは。いやーそこに、え、でもなんかさー、こうコール出せるやん、もう全然この以上とかも出せるしさ、なんか全部出せるんだけどさ、なんかまたさコロナさんがさ流行ったらさ、またさまたさ戻るん、やだね、なんかなんかなんか切なくない、なんかそれは、まあ出せるけどね、やばい、もう終わっちゃうね、もうちょっとで終わっちゃいますね。え、なんかさ、そんなこと思ったらなんか急に切なくなってきた。え、もうそんなことないよね、でも出せるよね、うん、やばかったよね、だって本当に、もうだってさ、それで言ったらもうだってあれだよ、あの無観客ライブなんてもう切なかったもん、なんかもう切なかったもん、切なかった、ほんと何回も言う、いっちゃ切ない、歌唱力でありがとう、かき氷ほんとさマジで切なかったな、だってさ無でさ、なんかほんとに無、もう誰もいない、もうそのスタッフさんとかはいらっしゃるけど、もしかしたらなんかなかったから、私なんか、いやもうほんとやばかったな当時、だってなんかそのメンバーのさ移動でさえさ、こうなったらダメみたいな、この距離でもこう行かなきゃいけないとかさ、なんかこう行きたいじゃんほんと、なのになんかこう行ったらやばいからこう行かなきゃいけないとかあってさ、懐かしいな、急にやばかった、あの時こうやって行かなきゃいけないよね、私はこう回るよとか言ってた言ってた記憶があるな。なんかそう、やっぱりさ誰が見てるか分かんなかったからさ、なんかそういう結構距離が近くてやってたりとかするとさ、それを結構ね、見
た方がこれはいいのかなみたいな、そのやっぱあったからさ、距離の問題も。だからそのめっちゃ気をつけてた記憶。懐かしい、急に懐かしくなっちゃった。まあまあそうだよ、本当にそれを乗り越えて、イコノイジョイはね、もう声も出せますし、今年のねイコノイジョイなので、みんなのコールが聞けるのがすごく楽しみです。それ龍角さんとかね大事だから、絶対声もね出せる楽曲めっちゃあると思うから。だって今までねやってきた曲の中でもいっぱいあったし、そうだけどその時はね出せなかったけど、もうね出せるのでいっぱい声出していこうね。うん、私は確認をするよ。さっき確認してたらなんか途中でこうなった、やばかったやばいやばい、だからちょっと頑張って起きてこの後も確認しようなんかさ、こう動画見てたらさ、急に途中でこうなってたもん、やばいと思って巻き戻してみて、よかった。だから気をつけてこの後も起きてみようと思います。ではやばいね、なのでランキング読みます。はい、13位ちびタンク、12位ほなみ、11位ジュキ、10位お米、9位キング、8位キムチン、7位タカ、6位レグルス、5位コア、4位シラ、3位新一、2位ザンマイちゃん、1位がトメゾーでした。ありがとうございました。今日も見てくださってありがとうございました。そう、あのなんだっけ、ストーリーにはあげたんだけど、あのなんだっけ、お話し会もう水曜日だからね、お話し会ぜひ会いに来てねって感じ。なんか明日もね、なんか朝とかできたらいいなって思ってるんですけど、お話、せっかくお話し会あのあれだし12時までっていうのもあるし、先週やったっけ、なんか忘れちゃったけど、なんかやったかもなみたいな記憶あったけど、明日もなんかワンね、ワンちゃんそれはワンちゃんだよ。うん、なんかせっかくだからさ、だってオンライン話し会ね来てほしいって思うけど、朝とかやったら来てくれるかな。うんって感じでーす。ワンねうん、ワンちゃんだよ。はい、じゃあ今日も寝る前に私の4分間の MV 見て寝てねって、夢に、そしたら夢に出てくる。どう、なんか寝る直前に、あのさ寝る直前にさ見るとさ夢に出るじゃん、だから見てね、したら絶対夢に出るから教えて、もし出たら何をやってたかマジあの教えてはい、今日もコメント見に行くね、みんなおやすみ急に終わるやん、みんなおやすみ、ちゃんと見れてね、リサを思って、あの夢で出てきたら教えてね。じゃあ明日、まあワンチャン朝あったらねって感じ、うん、です。またね、おやすみ、バイバイ。